実質的に軍隊憲法を改正すると言ってますけれども、それよりも今の憲法のままでまだ自由がある方がいいじゃないかと思ってます。気ままに暮らしても決めてる方がいいのさ。だけどみんな俺に手錠をかけたんがあるのさ。進学連をやって、それから日本会議に入ったかもしれない。そしたらそこの中でいわゆる今までの愛国運動だけで他のことを知らなかったと思うんですね。プロが森田室長は我々に誘われた側なのに、三島さんと一緒に最後まで一緒に行って死んだと。俺たちは犯罪者じゃない、俺たちは悪いんじゃないか。日の丸の旗が泣いてるよ。朝日新聞の太鼓持ちは帰れ。集団や国家が暴走するっていうのは多分自分たちは絶対正しいと、そういうふうな思う人たちがいっぱいいるからですよ。自己中心の愛国心だったということを反省された鈴木さんと、自己中心の慢心の信仰であったっていうのを反省した私っていうのは共通点あってですね、居場所を作ってくださって、リラックスして生きていくってことを学ばせていただいて、私にとっての鈴木さんは年老いたハムスターみたいなもので、可愛いけどちょっと毛並みとか乱れても置いていて、でも大切にしたいみたいな。日本人なんだから日本のことを愛して、当然常識なんでね。それと離れた人たちはもう過激派であって非国民なんですよ。国家がそのものがその政治思想を持つっていうのは僕は反対ですね。野村さんにしろ、三島さんにしろ、森田室長にしろね、それに比べたら俺たちだって何もしてないじゃないかなと。